どうもアガプニです。今回はハンマーブロスの倒し方とバトルの基本操作についてです。それでは早速いきましょう。今作のゲームジャンルは RPG なのでコマンドによる操作をするわけですが、アクションコマンドといった仕様がありまして、これを利用するとバトルをより有利に進めることができるといった特徴があります。成功した時の効果はいくつかあるんですが、まずは敵に攻撃を当てるタイミングですね。ここで A ボタンを押すと攻撃力を上げることができるといったものになってます。こんな感じですね。でこの効果は成功と大成功と2パターンありまして、大成功となった場合はその衝撃で周りの敵にもダメージを与えることができるといった効果が発動します。それとこのアクションコマンドは攻撃する時だけではなくて敵の攻撃を受ける時にも使えるものになってます。やり方は敵の攻撃が当たるタイミングで A ボタンですね。最初はね、意外と防御時にも操作できることを忘れてしまうので、慣れるまで意識しておくといいかと思います。成功するとこんな感じで頭を抱えるような防御体勢をとって受けるダメージを減らすことができます。でこの受けにおいても大成功するケースがありまして、大成功した場合はバリアのような光の壁が出てダメージをゼロにすることができるといった感じになってます。その上でアクションコマンドが成功するとこのアクションゲージが増えていきまして、 100% になるとバトルを有利にできるお助けキノピオとか3人技が使えるようになるといった恩恵があります。あとはアクションコマンドを連続成功させていくとチェイン数というものが増えていきまして、ステータスアップのような効果が得られたりもしますね。最後に一つ注意点として、連打では成功を受け付けないようになっているみたいなので、あくまで攻撃が当たるタイミングを見計らって押していく必要があるといった感じになってます。バトルの基本を抑えた上でハンマーブロスの倒し方も紹介しておこうと思います。2回目に近づいた時の会話が始まるとバトルになってしまうので、その前に FP とかアクションゲージを貯めておくと有利に戦えるかと思いますね。で2匹いるので1匹を集中攻撃して倒したい感じなんですが、この敵は1匹になると根性アップという技を使ってきまして、防御力がアップします。なので事前にある程度2匹のダメージを削ってから倒すようにするといいかと思います。ただ2匹の HP を削るのに時間をかけているとその時点で不利になる可能性があるので、 FP を使ってスペシャル技で大きく削っていくといいかと思いますね。で1匹になった後は根性アップを使ってくるんですが、最初に HP を削っておけばそこまで苦労することなく倒せるかと思います。ちなみに倒した後はハンマーを手に入れることができます。これは武器として装備できるものなので、メニュー画面から装備しておくといいですね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。